前節3月以来の連勝を飾った19位ザスパクサツ群馬、16位栃木 SC を迎えての北関東ダービー。今シーズン限りで退任する群馬秋葉監督、最後となる北関東ダービーで初勝利を狙います。今シーズンの北関東ダービー2戦2敗の群馬、12分に決定機が訪れますが、エース平重決められません。積極的に仕掛ける群馬は18分、永田のクロスをダニエル・ロビーニョ、さらに小林達樹、エリア内で小野寺に倒されたとして PK を獲得。キッカーは小林達樹。群馬先制のチャンスを逃してしまいます。しかし続く33分、ダニエル・ロビーニョが右足を一閃。3試合連続となる今シーズン11ゴール目が決まり、群馬が先制します。1点を追う栃木は後半71分にようやく決定機。しかし荒堀の強烈なシュートは小見の好セーブに阻まれます。すると87分の群馬、後半途中出場青木浩太のパスに抜け出したダニエル・ロビーニョ、この試合2ゴール目を決め追加点。秋葉監督体制での7試合一度も勝てなかった北関東ダービー、新たな歴史が刻まれます。試合は2対0、群馬は今シーズン初の3連勝、栃木が負けたため水戸の北関東ダービー3連覇が決まりました。